1ヶ月ぐらいででも5キロぐらい落ちました。わ、実はですね、はい、今日はみんなにダイエットについて聞いてるので。ダイエット？ダイエット、ダイエット今してるんですよ。してるんですか？はい、何のダイエットですか？ Hey guys and girls on Ask Japanese! Japanese girls seem to be very skinny and we want to know why!So this time we are gonna go hit the streets of Tokyo and ask Japanese girls their dieting secrets. So let's go and ask Japanese. じゃあ今までやったことダイエット、それとも失敗したダイエット教えてください。彼氏に振られて食べない、もうなんか食欲なくなって、とりあえずひたすら眠る。おそれはどれぐらい続いてたんですか？1ヶ月ぐらいで、でも5キロぐらい落ちました。わ、秒で戻ったもう失恋の気持ちで5キロ、はい、やった、このままなんかもう食べなかったら超痩せるんじゃないと思ったけど、でもその後に元気取り戻してそれで一気に普通に食べちゃって、すっごいもう7キロ増えた結局増えたリバウンド、そうリバウンド、リバウンドが強いそうすぐ増えました。わ、じゃあ私があの失恋して痩せてもう解決ならない？そう、最終的に増えますダイエットってダイエットはないけど痩せたいな願望はある。じゃあ日本人が結構みんな痩せてるんだけど、なんでみんなそんなに痩せたがるんだろう？モデルさんとかがすっごい細いから、そういうのやっぱ可愛いと思うし、服が可愛く着れるし、そう今の体型だと服泣かせてる洋服を泣かせる体型してるからそうだから痩せたいって思うから、みんなめっちゃ頑張ってるんだと思う。海外の目からあの結構すごい痩せて見るんですよ。え、そうなんですか？なのでなんかなんでみんなそれ以上すごい痩せたがるなんだろうなってすごい思うんですけど、モデルさんの影響かな。なんか読者モデルとかもいるし、一般の子でも全然細い子いっぱいいるから、なんか周りがそうだから余計にあ痩せないとかもって思っちゃう。ですか、なんかメンズはどうですか？プレッシャーあるんですか？もうメンズっていうか男の人のモデルも今本当にみんな細い、もう爪楊枝みたいな細さやけん結局もう目標とか憧れがそれになっちゃって、やっぱそれを目指す、みんなそれになるための、うん、結局売られてる服もそういうモデルが着るような細身しかもう売ってないし、ならもうやっぱ結局至る所はやっぱ細さみたいな。結構だメンズもダイエットしたりとかしなくちゃいけないんですか日本では？うん、結局は細くないと入んない服だらけみたいな。ブームだよね多分、ダイエットのブームがあるからみんなジム行ってるし、そう前よりもジム行ってる人とか多いからブーム。実はですね、はい、今日はみんなにダイエットについて聞いてるので。ダイエット？ダイエット、今してるんですよ。してるんですか？はい、何のダイエットですか？食事制限をして普通に走ったりして軽い運動をして以上です。おー、ダイエット始まったきっかけは？きっかけはやっぱ友達にデブと言われたことですかね言ったんですか？こっち犯人はこっちですか？俺が言いました。はい、俺が言いました。はい、犯人です。おー、まあまあ見た通り、まあまあそれそのなりをしてるんでね。でもそこまで言うほどでもないですよね。ですよね。ほらほら、いやこれは社交辞令、お世辞。なるほどね。そのダイエットはいつ始まりましたか？今ちょうど1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まあそんな変化はないですね。あ、学校終わったらまあ必ず走るようにしてますね。おー、どれぐらい走るんですか？まあ5キロぐらいですかね。近くに陸上競技場っていうのがあるんで、そこを借りてやってますね。隣で応援してるんですか？いや僕は全くしませんよ。はい、もう1人ただデブ言うだけで。そうです、もうヤジ飛ばすだけで。はい、彼がどれくらい痩せたらいい感じになると思いますかね？まあ服のサイズでいうと M サイズを着れるぐらいまで。いや無理じゃないですかこの身長で M は。え、これ M だよ。 M だよこれ。じゃあいけるわ、ね、じゃあ頑張りますので。どれぐらい、何キロぐらい落ちてもらいましょう？何キロだっけ今？40、42、40。あ、舐めてんの？違いますね、嘘っぽいな80、80、80、80。じゃあ50切ったら 50? 栄養失調ですよね栄養失調今自分も何キロですか？自分は60です。あ、じゃあ彼は50ちょっときついんじゃないですか？じゃあ同じ60ぐらいまで、ね、身長が損壊なんでね。はい、自分もダイエットしたことはあるんですか？いやもうなんか食っても食ってもなんか全然太らない体質なんで。はい、ひどい。羨ましいですね本当。もう羨ましい。食べ物とか夜とか気をつけてるとかあるんですか？
そうですね、なるべく、まあ、茹でた肉と野菜を取るようにして、まあ、炭水化物は取らないようにしてますね。あ、朝は？朝はまあ関係なく食べてますけど、昼もまあ夜と同じような感じです。あ、昼も炭水化物なし。はい、なし、なし。ちょっとだけ変化見ました？いや、あんまりないですね。はい、いや、ちょっとある、ちょっとは。なんか内緒でお菓子食べたりとかしないですか？いや、ちょっとしてますよ、それは。例えば何ですか？まあ、例えば、まあ、チョコレートとかですかね。あと、まあ、マックとかね。マックは学校帰りにマックとか行って食ってますよね。まあ、そうですね。まあ、たまにはいいですよね。どれくらいたまにいいですか？まあ、週に1回あるかどうかですよ、本当。結構頑張ってますね。頑張ってます、頑張ってます。痩せたら何したいですか？痩せたら、まあ、とりあえずは彼女を作りたいですね。ぜひ、いいですね。頑張ってください。はい、頑張ります。今、一番痩せたい体のパーツはどこですか？やっぱ、あ、顔ですかね、やっぱ。顔丸顔なんで、まあ、もっとこんぐらいシュッとした感じで。いや、俺も結構ね、大きい方なので。はい。自分はもう体のパーツなんか気になってるところあるんですか？自分はやっぱ顎とかちょっとあると思うんで、もっとなくしたいとかは思ってますね。もっとこの骨格を発見させたいみたいな。はい。ダイエットしたことありますか？しようとは思ってますけど全然続きません。はい。今までやってみたダイエットは例えば何ですか？梅干しをレンジでチンするといいらしくて、ちょっとやりましたけど全く効果なく終わりましたね。梅干しですごい酸っぱい梅じゃないですか？そうです、そうです、そうです。でもチンするとちょっとなんか酸っぱさ紛れますよ。で、どうやって それだけを食べる？それをご飯と一緒に食べる。必ず朝昼晩は梅干し上に乗せる感じですか？そうです、ね、他はないですね。ないんかい。どうやって、なんかダイエットやったことありますか？分かるようにダイエットしなくても大丈夫で。ダイエットって進化も人生の中で一回もしたことないんですか？カロリーメイトダイエットとリンゴダイエット。あ、うん、全然ダメ。その2つ教えてください。カロリーメイトダイエットって何ですか？カロリーメイトダイエットはカロリーメイトだけを食べるんやけど、結局カロリー取っとるから何もダイエットにならんくって。なんかすごい、あのカロリーが入ってるクッキーってものですよね。そうそれをずっと食べてたんです。それだけを食べるけど全然カロリー取っとるからダメで。でリンゴダイエットはリンゴでお腹を膨らますんやけど、リンゴ食べたくなくなるね。飽きる。そのリンゴダイエットとか、クッキーダイエットどれぐらい続いたんですか？1週間ぐらいよね。そうなるよね。ダイエットやってみようと思ったきっかけは何ですか？周りがするから。だからされちゃうみたいな。そう。あ、朝ごはんをスムージーかなんかに変えた時もありました。その時はちょっと痩せました。効果があったんですね。そう、いつもおにぎりとかパンとか食べてたんですけど、それをなんかスムージーに変えてたらちょっと痩せました。ダイエット、なんか日本人はなんでみんなそんなに痩せてるんだろうなって結構聞かれてるんですけど、なんでだと思いますか？周りを見ても結構スリムな人が多いじゃないですか、外国人と比べて。ダメなんやろね。太っとるとなんか自己管理になってないみたいな、女子にしたら女子力低いみたいな、って言われるから、みんな多分維持するんやろね。じゃ結構その周りのプレッシャーがすごいってことですかね。やろうね、きっと。そうですね、やっぱ周りにどう見られてるかを気にするんじゃないですか、日本人って。ちょっとみんながこの体勢だから自分も頑張んなくちゃみたいな感じですね。勉強になりました。はい、これで全ての質問でした。ありがとうございます。Two people in this video have said that the models in Japan are extremely skinny and the general population is expected to be just as skinny. So the bar is set too high and everyone tries to get there, even though it is actually quite hard. So people that are considered skinny in some country might actually be considered slightly chubby in Japan. For example, normal European, I'd say about myself, but I think I'm probably slightly chubby in Japan compared to most of the models here. So yeah. Bring on the sport moves. So, were some of those diet tips that you've seen helpful, or do you think they're actually super unhealthy? Let us know in the comments down below and also discuss with each other. It's always nice to see you have a conversation, a nice conversation, in the comments down below. I hope you enjoyed this video. If you did, please don't forget to push the like button. And if you're new, subscribe to more stuff from Ash Japanese. And there's also related stuff down here. Hope you enjoyed this, and I'll catch you soon for more videos from Japan on Ash Japanese. Bye!